本日ですね、やります配信がこちらですね。はい、原田先生について語らせてくれという配信でございます。配信の2時間前くらいまでかな、配信で使うですね、まあプレゼンの資料をね作っておりまして、全部合わせてスライドの枚数が17枚とかになりましたね。まあまあな枚数の資料ができました。はい、頑張って作りました。はい、よろしくお願いします。はい、目次、はい、こんな感じですね。こんな人におすすめ。まず、ドロドロした恋愛模様が好きな人。甘々な恋愛っていうよりも、ドロドロした恋愛の方が好きだよという方。で、ストーリー中心のボーイズラブを摂取するのが好きな人。はい。こちらはですね、まあちょっと、まあ簡単に説明しますと、まあ原田先生はですね、ボーイズラブというまあジャンルでありながらですね、結構ストーリーの方にね、重きがすごく置かれておりまして、いい意味で BL っぽくないというか、ただ男性と男性がラブラブチュッチュしてるだけじゃないっていうのが、原田先生の特徴でして、本当に、いいんだよ。いいんだよ、とにかく。あんま恋愛漫画とか読んだことないよっていう人にもおすすめできるっていう意味ではありなのかな。はい、これ。暗い話を読んでも、おおってなれる人。これです。原田先生はですね、漫画にもよるんですけど、暗い話が、まあ、やっぱ割とあります。で、それを読んでも、おおってなれる方ですね。要は、ガチ闇しない人ね。多少暗い作品を読んでもガチ闇しない人。私はなんか、おーおーってなれる人だから、割と好きで読んでます。はい。不器用な男を見るのが好きな人。これね、いいんですよ。なんかね、マジでね、原田先生のね、作品に出てくる、男どもはですね、本当にね、もうちょっと素直になりなよ、みたいなね。不器用な男がもうとにかく多いんです。もうとにかく多い。不器用な男しかいないと言っても過言ではない、もう本当に。もうどの漫画見ても一人はもう本当に不器用な男がいると言っても過言ではないくらいなので。でもそこが可愛いんですよね。そう。そこが非常に可愛らしくて、なかなかね、こうポテンシャルが高いというね。ぶっ壊れてる男を見るのが好きな人。まあ、ぶっ壊れてる男というのにもですね、まあ、なかなか、いろんな意味があるんですけども、恋愛模様でもそうだったりも、だから、もう、歪んだ恋愛観を持っている男であったりだとか、単純に性格がぶっ壊れてたりだとか、もう、はたまたなんかもう、そもそもの性癖がぶっ壊れてたりだとか、なんかまあ、なんかいろいろあるんですけど、そういうのをひっくるめて、まあ、ぶっ壊れてる男がね、原田先生はね、非常に書くのがとても上手な方で、私これすごい大好き。というか全員読んでくれ、最高だからということで。じゃあというわけで、まあここからはね、まあ作品紹介の方にね入ろうかなと思います。まず私が一番最初に紹介したい原田先生の作品はこちらでございます。ドン、カラーレシピ。こちら非常に有名な作品でございまして、まあ、先ほど紹介した、ランキングですね。まあ、チルチル BL アワードの中でも受賞されている作品でございます。まあ、初手で出す作品かなとは私も思ったんですが、でも、まあ、原田先生といえばこれだろうよというですね。やはり密度の濃い作品なので、まずはこれをね、おすすめさせていただきました。はい。というわけで、カラーレシピの注目ポイント。おすすめポイントですね。いきましょう。まずはですね、こちらの作品はですね、美容室を舞台に描かれるお話でして、ストーリーがですね、とっても丁寧でございます。まあ、美容師としての仕事と、まあ、そこで出てくる、まあ、小吉と福助のね、まあ、恋愛模様といった、まあ、二つのね、まあ、悩みって言うんですかね。まあ、ちょっと、恋愛に関してはね、ちょっと悩みと言うべきかどうか若干悩んだ部分はあるんですけども、まあ、その二重の悩みがですね、まあ、すごく上手にね、重なってお話が展開されていきます。もう本当にね、まあ、主人公、受けのですね、まあ、小吉がいるんですけども、彼がですね、非常に真面目な性格をしておりまして、まあ、お仕事でも人間関係でもですね、まあ、いろいろ苦戦するんですね。まあ、それに対して、まあ、その、攻めである、まあ、福助はですね、まあ、なんと言いますか、まあ、コミュ力が非常にあって、まあ、なんか、まあ、良くも悪くもノリでなんとかできてしまうタイプだと。
で、まあその二人がまあこうバチバチにぶつかる中でこうストーリーがだんだんと展開されていく作品なんですけども、こちらの作品はですね、上下巻の作品ですね。はい、まあ一応前編後編という風になっておりまして、下巻の作品は、上巻の話から、1年後を描いた作品となっているんですが、一応上巻だけでもお話としては完結はするんですけど、下巻もちゃんと合わせて読んでいただきたい。下巻がもうなんかもうやばくてですね起承転結の点を一生やってる感じです。作品通して作品通しても一生もう点点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 みたいな、みたいななんでみたいな感じのことが一生やります。個人的には上巻はまだギリギリ恋愛漫画の範疇なんですけど、下巻はジャンル的にはほぼサスペンスです下巻はジャンルだけで言うとほぼサスペンスです。はい。でもね、めちゃめちゃ面白いんですよ、本当に。クスケがね、いいキャラしてるんですよ、本当に。それこそそのさっきぶっ壊れてる男を見たい人っていう風にね、おすすめさせていただいたんですけど、まあ、このカラーレシピは、まあ、そんなぶっ壊れている男の代表例みたいなね、作品でございまして、マジで、いいですね。こんな美容師さん、いたらいいなーって思うけど、絶対登場人物の中の一人にはなりたくないかなっていう。お客さんとしてはね、こんな美容室行きたいです。いろんなシチュエーションの追い詰められた男が見れるよ、やったねということで。今、パッと、まあ、3、4人かな。どこまで追い詰められた男とするかというのが、ちょっとまあ難しい部分ではあるんですけど、まあ、3、4人くらいちょっと追い詰められた男が出てきて、どの追い詰められ方もね、なかなかこう、うおーってなる追い詰められ方ね。いやー、いい味出るんですよ、本当に。これが、もう、いろんなもう、違う味の追い詰められ方がね、いっぱい見れるので。次の作品は、本当に初心者向けです。こちらでございます。ワンルームエンジェルということで。こちらはね、これは本当に初心者向けだと思います。はい、行きましょう。趣味なし、友人なし、恋人なし、生きる価値なし。惰性で毎日生活を送っていたコンビニ店員の後期過去30代はうっかりチンピラに刺され瀕死になった折、遠のく意識の中で真っ白い羽の美しい天使を見た。お迎えかと思いきや、その後すっかり感知して帰宅してみると、そこにはあの時の天使が、という作品でございます。はい、こちらの作品、早速なんですがおすすめポイント紹介させてください。まあ、まずはですね、こちらの、ワンルームエンジェルはですね、先ほど、まあ、軽く口頭でも言いましたが、今回おすすめする中で、一番初心者向けの作品だと思います。非常に読みやすいです。一応 BL 漫画ではあるんですが、ぶっちゃけ、恋愛らしい恋愛要素というのも、そんなにないですし、どっちかというと、親友くらいかな。本当にレベル感で言うと、そうだから友情もののなんかちょっとファンタジー寄りの漫画っていうか、そうなんかね、広い意味での愛情なんですよね、これは。そうだからそういう意味で、なんだろう、これは BL に触れたことがない人にまず読んでほしい作品っていう意味ではこれかもしれない。で、まあ本当にストーリー重視で展開されている作品なので、まあちょっとビターなストーリーと、まあかつですね、笑いの要素もですね、うまいこと両立されておりまして、正直すごく呼びやすい。私このワンルームエンジェルって作品はですね、正直原田先生の作品を知ってから、本当に後の方に、かなり後の方になってから読んだ作品だったんですけど、マジで拍子抜けするくらいには読みやすかったです。他の作品を知ってる方からしたらね、そう。それくらい読みやすい。なので初心者の方はまずここからいきましょうっていう風にちょっとおすすめさせていただきたいですね。はい。で、ま、気持ち笑いの成分が多めかなと思うので、ま、ごめんなさい、これ悲しい系って書いてたんですけど、どっちかというと暗い作品が無理な人かな。そう、暗い作品が無理な方
はこちらから入るのがおすすめかもしれない。で、ごめん、悲しい系って言ったんですけど、ごめん、これ泣く人は多分ちゃんと泣くと思います。ごめんなさい、これ結構ちゃんと悲しいとか切ないかな、そう、切ない寄りのね、そう、ストーリーなので、泣く人はね、泣くと思います。私結構ね、これはね、グッときました。まあやっぱエンディングの部分に関してはね、当然のことながらネタバレはできないんですけど、やっぱりね、この、まあ主人公っていうのかなの、まあ、後期がね、感情移入してしまうくらいにはもう本当に、切ない作品でございます。これはグッときちゃいますよ本当に。ただでさえこうなんていうか、こう人間のなんだろうね、こう原田先生ってすごいこう人間の感情のね揺れ動きみたいなものを書くのがすごい上手い先生なんですよ。もう本当に感情の動きをね書くのが上手い先生なんですよ。普段の作品だったらそれをダークな方向に使ってくるんですけど、この作品ではこれをちゃんとそのなんていうかこう読者の涙腺を刺激する方針でこうどんどん使ってくるので、これはね来ちゃうね。これは本当に来てしまいます。はい。でも本当にこれは多分一番万人受けする作品だと思うし、私も実際一番いろんな人に読んでほしい作品なので、まずは BL 自体を読んだことがなくてっていう方であれば、まずはここから入ってほしいかなと思います。うん。それくらい本当に初心者向けとして素晴らしい作品なので、ぜひぜひこれは読んでほしいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。